動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第4弾 B 型のペーパーミイラシニアを塗装しました。まずは塗装前の状態です。少し汚れ経年のくすみはありますが、比較的保存状態は良い方でした。当時子供だった世代の方には持ってたと思い出す金消しの一つかもしれません。事前準備としてこんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のホコリや汚れを取る。ベンジンに漬け込み、加素剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させてミスタースーパークリアツヤ消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。色塗りの様子はダイジェストにまとめていますので見ていきましょう。最初のカラーはベースカラーのコラックスホワイト、重ね塗りをする白の下地として、そして一部塗り込む銀色の下地として着色しました。こちらが今回の塗装で使用した塗料。いつものように主にホビー用水性アクリルのシタデルカラーで塗りました。カラーリングの参考にしたのは学研の図鑑超人です。塗装にかかった時間は約40分でした。シンプルな色分けの塗装でした。2色目は腕、足の部分、セレストラグレーという薄めのグレーを塗りました。このグレーの箇所には最後に墨入れ的にシェードカラーを流し塗りします。この辺りは顔料が多めの下地にも使えるベースカラーなので色のノリがとても良いです。塗料は原液そのまま、水は特に含ませず塗っています。3色目は黒、アバドンブラック。この3色で一旦全面着色できました。ここからは上塗りに入ります。今回の塗装では色の境目や細かなところを面相筆で、少し大きめの箇所は思い切って模型用ブラシで、この2種類を使い分けて塗装していきました。一旦全面に塗り切りました。ここで先ほど下地を入れた白に重ね塗り、レイヤーカラーのホワイトスカーを塗りました。質感を出すためにできるだけドライブラシに近い要領である程度色を絞りながら塗っていきました。ペールオレンジの地に白の色塗りはなかなか難しいのですが、このパターンでの重ね塗りはよくやっています。先に塗ったコラックスホワイトとの明暗の差で質感が少し出てきました。銀色、アイアンハンズスティールをいわゆるトイレットペーパーのロールのカバー、ステンレス素材イメージの箇所に塗りました。目はゼブラのマッキーケア超極細ペンで描き入れました。最後はシェードカラーのナルンオイルで手足の筋に流し入れ質感を出しています。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを吹き付けて乾燥させ完成。これがトップコートになります。塗装後がこちら、白、黒、グレーを塗り分けるという塗装でしたが、雰囲気は出せたような気がします。ペーパーミイラシニアはトイレットペーパーがモチーフの正義超人で、エジプト出身の設定、超人強度は60万パワー、細身で華奢な本体を大柄に見せるために薄い髪を何重にも巻きつけた超人、名称はシニア。なんとこの超人に息子ペーパーミイラジュニアがいたんですね。懐かしい面々のデカ消しを持ってきました。今回の共通点は塗装後未塗装を合わせて全部デカ消しシリーズ第4弾 D 型の超人。こちらは塗装後の筋骨マン、アニメカラーに合わせて色付けしたものです。これから塗装するのは相棒の岩尾、筋骨マンと岩尾、ちょっと本来のスケールと金消しのサイズは合ってない気もしますが、造形はそれぞれしっかりしています。パーソナルマン、今回塗装したペーパーミイラと同じく
当時ストーリー上の本編での活躍はほとんどなかった読者応募超人です。デカ金消しで第4弾に封入されていたブックレットです。この弾は前述のメンバーをはじめモンゴルマンやザ・忍者、ジャンクマンなど主力超人もラインナップされていました。デカ消しではこのブックレットが入っているものと中には当時入っていないものも売られていたようです。こんな感じで袋に入って、価格は100円だったと思いますが、おもちゃ屋さんやお菓子屋さんで売られていました。というわけで今回はデカ金消しシリーズからペーパーミイラシニアでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。